おはようございます。どうもハイチです。11月29日夜の23時より、情熱大陸というね、憧れの番組に出させてもらうことが決まりました。こちらの番組、先週が声優の花江夏樹さんだったので、鬼滅の刃の炭治郎のね、声をされている方なんですが、だったので見た方もいるかと思うんですけども、ドキュメンタリー番組なので、30分間、ずっとハイチのことをやってくださいます。個人的に昔から情熱大陸っていう番組がすごい好きで、なのであの情熱大陸にいつか出たいって、動画とかね、ツイキャスとかでもよく言ってて、でそれがねついに叶うことができました。本当ね、皆さんのおかげです。本当ありがとうございます。でここからが本番なんですけど、情熱大陸に出れるっていうのは一生に一度です。二度出ることはないので一度しかないんですよ。でせっかくね出る機会いただいたので、あの情熱大陸の方にも許可をいただいたんで、その時間23時から YouTube ライブをしてみんなで放送を見ようっていうライブをします。もちろん情熱大陸さんのその映像とか音声をね、あのライブで配信することは著作権上できないので、あのみんなもお家のテレビで情熱大陸を見ます。で自分のライブをスマホかパソコンで見ますっていう、ちょっとかなり不思議な状況にさせてしまうんですけども、あのよかったらご参加ください。あの一生に一度なんで、ぜひよろしくお願いします。ということで改めてになりますが、あさっていい肉の日の夜23時から、秋田県の方だけちょっと放送日がずれてしまうのでオンタイムで見ることはできないんですよ。ただケーブルテレビに入ってると見れるらしいんですが、ちょっとねあの見れない方もいるとは思うんですけれども、ぜひ23時から、普段ね早寝してるからっていう方は夜更かしなくて構わないです。録画して後で見てください。であの勉強がねある方、受験でちょっとでもかなりこうなんだろう、もう来週がテスト、じゃあ受験ですみたいな方はそんな見てる場合じゃないと思うので、全然録画でね後で見てくれればいいので、あのオンタイムで待機しなくて構わないんですが、もしお時間に余裕がある方は日曜日の夜23時よりお待ちしておりますので、かにましたお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。どんな放送になるか自分もね、あの放送で初めて見るのでちょっと不安はあるんですけど、あの楽しみにしつつ参加しますので、どうぞよろしくお願いします。